ジェーニャは日本の女性声優、歌手、ラジオパーソナリティ。ロシア出身でアニメ作品制作におけるロシア語指導やロシア文化交渉も受け負う。本名はイブゲーニア・ダビデュークで、日本語メディアではエフゲニア・ダビデュークとカタカナ表記されることもある。1981年3月22日、ダビデューク家、カズオ・カズメの長子として出生。 ジェニアとはイブギエーニア及びその男性系、イブギエーニーの愛称系である。ロシア語監修と作詞の時は、ジェニア表記でクレジットされることが多い。以前は、アキバイツキという名前で活動していたこともある。ソビエト連邦、ノボシビルスク市出身。ノボシビルスク国立経済経営大学 IT 学部、卒業。16歳の時に、地元で放送された、美少女戦士。 セーラームーンを見て日本アニメの大ファンとなり、1998年頃からアニメに関する日本語ウェブサイトを立ち上げ、視聴感想や日本語で歌唱したアニソンなどを公開。それが日本でも話題となり、有志の招致によって2002年夏に初来日。秋葉原を訪問できた感動からホテルに戻って泣いたという。その後、声優。 歌手になるために2005年から日本に在住。当初は生活するだけで、精一杯で、秋葉原のメイド喫茶でのアルバイトやロシア語指導などで、生計を立てつつ、アニメの仕事に関わるようになった。オリジナル CD を発表するかたわら、TV 出演など、各メディアで活動する。英語と日本語が得意であり、チップは、元ロシア軍人で特殊部隊スペツナズ空挺軍に、 所属、第一次チェチェン紛争を含む時に養育を受けたことで、軍事面にも明るい。声優だけでなく、ロシア語監修の立場で作品に携わり、ラストエグザイル銀翼のファムマイナスや、実写映画、ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバー隊にも参加している。ラストエグザイルの会話で使われていた、架空のグラケース語は、実はロシア語で、日本語のセリフをロシア語に翻訳して、 他の声優ともお得訓した。マッキントッシュユーザーであり、秋葉系、萌えからインターネット等 IT 系まで幅広いオタク系の話題を得意としている。2013年公開の、クレヨンしんちゃん、バカ、馬。B 級グルメサバイバル。では、声優としての参加の他に、敵幹部のキャビアを演じている、早見沙織にロシア語指導も行った。2013年11月。 キャンキャン新生代モデルオーディションファイナリスト。本人が着飾ると同時にプロデュースし、PR 媒体まで仕上げるマルチな才能を持つ。音楽ユニット、ラブソルフェージュゲストブ用作詞。ガールズパンツァーには、ガールズパンツァー劇場版より参加。プラウダ高校の副司令官、クラーラのデザインモチーフキャラともなり、また、 彼女自身が声優として声を担当している。同作のロシア語指導を及び監修もしており、この他にもロシア語指導や監修は、リトルバスターズ、等いくつかの作品で行っている。ライブで、ロシア人歌手、オリガのインナーユニバースを熱唱し、パトレーバーを教え守る総監督も注目した。2010年9月までは、メディアフォースに2014年5月まで81、 プロデュースに所属。フリーランスの期間を経て、2015年3月1日より、k 配部所属。2018年7月1日より2020年10月31日まで、ウェーブマスター所属。ソマリ種の、ミサとアビシニアン種の、ライトの2匹の猫を飼っていて、ウルトラマン X 第18話の、宇宙か猫ムーの、猫声の演技には、 普段の生活における2匹との会話が活かされたということである。2016年11月14日、日本人の一般人男性と結婚したこと、また妊娠していることを自身のブログで発表した。2017年3月20日、第一子を出産。ふとじはメインキャラクター。映画ドラマインターネットテレビラジオドラマ YouTube。ありがとうございます。